ロシアのアルメニア人、またはロシア系アルメニア人はロシア最大の少数民族の一つであり、アルメニア国外で最大のアルメニア人ディアスポーラである。2010年のロシアの国勢調査では118万2388人のアルメニア人がロシアに存在する。ロシアでアルメニアに出自のある者は実際には200万人以上いることが様々な統計から推測される。 アルメニア人は、モスクワ、サンクトペテルブルク、北カフカスのクラスのダール地方、極東のウラジオストクを含む幅広い地域に居住している。様々な職人、商人、貿易商が公益ルート確立と商業活動のために、アルメニアから見て、北にあるクリミアから北カフカスに乗り出した中世後期から、ロシアにはアルメニア人がいた。 ロシア系アルメニア人の将軍バレリアンマダトフ1820年代以前に、かなりのアルメニア人がすでにロシアに居住していた。中世末期に、キリキアアルメニア王国が滅亡すると、貴族は衰退し、オザクミ実りの多くと、職人や商人を含む中間層の社会は崩壊した。このようなアルメニア人は、南コーカサスのほとんどの街で見ることができた。実際、 19世紀初頭には都市で彼らは多数派であった。アルメニア人商人は世界を股にかけて交易を行い、多くはロシア国内に拠点を置いた。1778年にエカチェリーナ2世はアルメニア人商人をクリミアからロシアに招致し、ロストフなどの付近の町なヒチェバニなどのに定着させた。ロシアの支配階級は、 アルメニア人の起業家としての技術を経済を発展させる手段として歓迎した。しかし彼らは同時にアルメニア人商人に対してギネも抱いた。狡猾な商人というアルメニア人のイメージはすでに広く浸透していた。ロシアの貴族は濃度を働かせることで収入を得ていたが同時に貴族がビジネスに関わることへの嫌悪感があった。そのため、 アルメニア人商人の生計の立て方への理解や共感は薄かった。それにもかかわらず、アルメニア人中間層は、ロシアの支配の下で成功し、19世紀半ばに南カフカスに資本主義と産業化の波が押し寄せると裕福なブルジョアになる機会を初めてつかんだ。アルメニア人は南カフカスにいたジョージア人やアゼルバイジャン人と比べ、 新たな経済の情勢に適応するのにとても長けていた。彼らは、トビリシの自治において最も強い勢力となり、トビリシがジョージア人によって首都とされた19世紀後期には、濃度解放で力の衰えていたジョージア人貴族から土地を買い上げ始めた。アルメニア人企業家は1870年代に南カフカスで起きたオイルブームを利用して、 アゼルバイジャンのバクルの油田と国会沿岸の罰ミの生成所に大規模な投資を行った。南カフカスにおけるアルメニア人、ジョージア人、アゼルバイジャン人の間の緊張は単に民族的かつ宗教的なものだけでなく、こうした社会的かつ経済的なことも原因である。とはいえ、成功したビジネスマンという典型的アルメニア人のイメージに反して、 19世紀末のロシア系アルメニア人の8割が未だ古作能であった。2012年のボルゴグラードでのアルメニア人虐殺の追悼祭ロシア系アルメニア人連合によると、現在ロシアには250万人のアルメニア人が居住している。約85万人がアルメニアからの移民で、35万人がアゼルバイジャンから25万人がジョージアからの移民であり、 10万人はアブハジア、18万人は中央アジアからである。ロシア政府はアルメニア人のロシアへの移民と定着を奨励しており、金銭的援助によって移民を支援している。ロシアのアルメニア人は教育水準の割合が高い。2002年の国勢調査によると21.4%が高等教育を受けており、31.8%が 職業教育を46.1%が中等教育を受けている。2010年のロシアでのアルメニア人人口の分布2012年のラミルサファロフの恩赦を求めるモスクワでの抗議2011年に完成したアルメニア首都協会のモスクワ大聖堂2010年のロシアの国勢調査ではモスクワのアルメニア人は106,466人だった。 他方で63,306人がモスクワ州に居住していた。モスクワのアルメニア人の推定人口は40万人、60万人、100万人である。モスクワはしばしばアルメニア国外で最大のアルメニア人コミュニティだとされる。サンクトペテルブルクの聖カタリナ教会1708人に初めてアルメニア人がサンクトペテルブルクを訪れ、1710年にはすでに アルメニア大使館があった。1730年には、司祭のイヴァン・シェディスタノバの指導のもと、初めてのアルメニア首都協会の教区が設けられた。20世紀を通してずっと、サンクトペテルブルクのアルメニア人人口は安定して増加している。1926年には1759人だったが、2002年には19164人になっている。 1989年のソ連の国勢調査によれば、47%のアルメニア人がアルメニア語を母語として話しており、52%はロシア語を母語としている。この時ほとんど多くの人がロシア語が流暢であった。約半分が高等教育を受け、その結果高い社会的地位にある。サンクトペテルブルクのアルメニア人コミュニティの長のカレン、ムクルちゃんによると、 最近約10万人のアルメニア人がサンクトペテルブルク地域で暮らしているという。ここには2つのアルメニア教会、一つの日曜学校、ハバタムくというアルメニア語の月刊誌、そして印刷工場がある。クラスのダール地方は最も大きなアルメニア人ディアスポラの一つである。2002年のロシアの国勢調査によると27万4566人のアルメニア人がおり、 21万1397人がアルメニア語を母語として話しており、6948人がアルメニア国籍を持つ。推定アルメニア人人口は50万人、70万人、100万人である。彼らは、そチち地域、クラスのダール、アルマビル、ドアプセ、ノボロシースク、アプシェロン、アナバ。歴史的に、ドン地域は、現代のロシア連邦で最も大きな、 アルメニア人コミュニティの故郷である。アルメニア人は1779年にエカチェリーナ2世紀の命でクリミア半国から移住させられ居住区をロストフナ・ドヌにいくつか置いた。彼らの多くは1928年にロストフ氏と合併するナヒチェバニナ・ドヌに住んだ。アルメニア人はいまだミャスニコフスキー地区では多数派である。2010年、ロストフナ・ドヌは モスクは、ソチに次ぐ3番目に、アルメニア人人口の多い都市となった。RT とスプートニクの編集長、マルガリータ・シモニャンコメディアンで、コメディークラブのプロデューサーガリク・マルチロスアンロシアの外務大臣、セルゲイ・ラブロフ太平洋艦隊司令官、セルゲイ・アバクヤンツオリンピック金メダリストのフェンシング選手ヤナイグリアン。ありがとうございます。